自由の哲学で1918年の審判のための前書きから。人間の魂は二つの根本問題を抱えている。これから本書が扱うすべてはこの二つの問いとの関連で論じられることになる。問題の一つは、我々が人間の本性を考察する場合、いくら体験や学問を深めていっても、それだけでは十分に解明できない事柄にどうしても行き着いてしまうが、そういう事柄のすべてにも有効な考察方式が一体存在するのかということである。懐疑論や批判主義はこの問題を解決不可能な領域に追いやっている。もう一つは次のような問題である。意思する存在である人間は、自分を自由だとみなすことができるのか、それともそのような自由があるように思えるのは、自然の現象だけでなく、人間の意思をも支配している必然の意図を人間が見落としているからなのか、自由は単なる幻想なのか。この問いは決して遊び半分に頭で考え出された観念の産物ではない。この問いは認識する魂の前にごく自然に現れてくる。意思には自由があるのか、それとも意思には必然しかないのか。もし我々の魂ができる限りの真剣さで、この問いの解決を求めて努力しようとしないなら、その魂は自分の本質のどこかに欠陥があると感じないわけにはいかないであろう。この二つの根本問題の中の第二の問いを通して、どのような体験を持つかは、第一の問いにどう対処するかによって定まる。このことが本書の中で示されるはずである。本書は人間本性を考える上で、第二の問いにも答えてくれるような一つの観点が存在することを証明しようとする試みである。さらにまた、この観点に立って自由の意思を完全に是認し得るためには、まずはじめに意思が自由に生きられる魂の領域を見つけ出さねばならないことをも示唆しようと試みられている。二つの問いに関わるこの観点を一度手に入れることができたなら、それは魂を活気づける力になる。単なる理論的な回答だけが与えられ、確信だけが記憶として後に残るというのではない。本書の基本的な考え方から言えば、そのような理論的な回答は見せかけの回答に過ぎない。出来上がった回答を与えることではなく、魂のある体験領域を示唆することが大切なのである。いつもその都度必要に応じて、内なる魂の中から新しく回答を見出すことができるためにである。これらの問いの存在を自分の魂の領域の中に見つけ出すことのできた人は、その領域を深く洞察することによって、人生のこの二つの謎を解くのに必要な鍵を手に入れるであろう。そしてさらに、それによって謎に満ちた人生そのものに広がりと深みとを与えることもできるであろう。運命が人生のそのような広がりと深みを求めている。認識とは本来そのようなあり方をしている。人間の魂のすべての営みに深く関わる認識のあり方こそが、その認識の正当性と有効性とを証明しているとも言えるのである。